サンイシドロ・マクドナルド銃乱射事件は1984年7月18日にサンディエゴ・サンイシドロ地区のマクドナルドの店内及びその周辺で発生した銃乱射事件。ジェームズ・ヒューバティがスワットの狙撃手に射殺されるまで店長以下21人を射殺し19人を負傷させた。犠牲者のほとんどはヒスパニック系だった。オハイオ州出身のヒューバティは 捕虜による歩行障害を負っており、溶接工の職を得ていたが不況により失職し、次第に精神に変調をきたし始める。その後メキシコで職を求めたが、うまくいかず、三石泥で警備員を務めたが、事件の2週間前に解雇され、自暴自棄に陥ったことが動機と考えられている。残されたヒューバティの妻と娘たちは、多数の殺害予告を受けて、 知人の家に疎開することを余儀なくされた。その後彼女たちは引っ越しを余儀なくされ、娘たちは偽名を使って、転校をせざるを得なかった。事件から19年後にヒューバッティの妻は、ガンで他界している。ルビーズ銃乱射事件が発生するまで、アメリカ史上最悪の銃乱射事件であり、犯人が自殺したのではなく射殺された事件では2番目に、死者数が多い銃乱射事件である。 なお、事件の直後マクドナルドはテレビ及びラジオでの宣伝をしばらく自粛することを決め、ライバル会社のバーガーキングもこれに追随し同じくメディアでの宣伝をしばらく自粛することを決定した。現在、事件現場跡地には慰霊碑が建てられている。ありがとうございます。